どうもこんにちは、富吉ミュージックスクール代表の富吉です。今日はですね、村上ポンタ秀一さんとあと草加義昭さんのライブがですね、8月にあるんですけれども、そのリハーサルの取材ということで、こちらですね、駒沢のノアに来ております。じゃあ早速行ってみたいと思いますので、ぜひ楽しみに見ていてください。行きましょう。おはようございます。おはよう。ちょっといきなりで申し訳ないんですけど、まずはピンマイクを仕込ませていただいていいですか。はい、はい、すいません。じゃあボタンは閉めていただいて大丈夫です。はい、ポンタさんにもピンマイクを仕込みます。ちょっとピンマイクだけ、はいはい、はい、お願いします。昨日長旅から帰ってきて、で、あつれてるあのパンツとシャツを取りに行くの、昨日空港から直行く、明日行くかって迷って明日にしちゃったの。着替えも全部、もうシャツ16枚からパンツ5本全部車で帰ってるから、今日は普通の T シャツ。そうなんだよ。もう全国あれですよね、飛び回って、うん、浜松から始まって、ずっと四国の上から、で九州入って、今回は17日間かな。でまた30から今度は16日間で前ですもんね、草加さんと予定合わせる時もここしか入ってない。そうはないね。これ今回はここしかなかったんです。ちょっと九州に通ってるボーカルがいて、うん、ギターと3人だけ、編成が面白いですよね、うん、今回もそうです。今度26分にエポっていうやつと組むんだけど、エポもバックギターだけだ。ベース邪魔なの。ベースが入ると空間がピューベーって、あれじゃパターン弾くから、はい、ね、リズムちょっと邪魔なの。しかも世界がね、この凝縮されるから、もうバラバラで空いてる方がいいの、その隙間でやった方が。最終確認、その2部の方のメドレー系をね、はい、ちょっとやる前に確認したいんだ。はい、2回目のサビ行ったら、はい、1回テーマ弾いたら、はい、次からもうソロで、はい、で延々やってて、はい、で飽きたらもう1回メロを弾くと、サビの。そっからフェードアウトの、はい、終わりだと思って、はい、8小節4回ぐらい入れとこうか。で俺は最後スティックを落として笑い取ると、うん、ドラムとギターオンリーになってもまだソロが続いてて、でドラムとギターオンリーでマニュアルフェードアウトっていうのも面白いかなと思った。急に音痩せない？あ、なんかその落差が面白いかなと思ったんですけど。ああ、そう、そういう狙いだったらそれでもいいよ。あ、そうですか。はい、うん、いや俺オケも一緒にフェードアウトにしときゃ、数決めといて、はい、オケはもうカットアウトみたいにカットなくなって急になくなるじゃん。で2人きりになると。そうですね。でソロを延々と引き続けてるみたいな。なるほど。俺はここから出てくる。はい、スタッカーじゃなくて割とグリスラーみたいにする？ダランタ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 ンバッじゃなくて、ダランタ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 ガーンみたいな、グリスラーみたいな分け方する？あ、そうですね、ちょっと粘りがね。俺もシンバルクラッシュだけぐらい、じゃーん、はいはい、止めないし、はいはい、その後雷来るからクリックはね、まんまでいいよ、倍にしなくても。今倍になってるけど。そうですね、これだとうるさいですね、ちょっと。うん、はい。でもアンサンブルはこっちの方が合いやすいけど。ああ、そうですか。あのね、変に跳ねちゃうから、こうあーガン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 、うっぱっぱぱっぱっていうの、本当は今見たと歌ったた歌って歌えんだけど、ガンガンガン、うっぱっぱぱっぱって歌っちゃうから。なるほど。ストシンセとちょっと100分何秒ずれるよね。ああ、うん。でもそれはそれで、はい、太くなって味なんだけどさ。はい。世代が古いなって思えるの嫌だから。荘厳な世界にしといて、また綺麗に変えて、うんうん、でギターも綺麗なバッキング入って、うん、でまた B で総合の世界になって、いわゆるおぞましい奈落の果てに行く国の世界になってはい、はい、でまた帰ってらっしゃいって頭から綺麗なやつが始まるのでいいね。はい、全部ストーリーで作るのよ。あ、はいはい、だから CD の番号
はい、もう入れたくなくてさ、ほんでやったら絶対レコード会社ダメっつうんだよな。それはそうですよ。いいじゃん、一曲と思って聴いてくれりゃ。トラック1でずっと1時間、うん、であると思う。俺ほんと嫌いなんだけど、あの番号つけるの。あで、まあ単独の曲の時はいいよ別に、はいはい、俺たちストーリーで作るから、うん、一つのなんか、ね、飛ばされたくないっていう、そうなんです、やっぱあります、ね、である時なんかさ、一曲だけどうしてもアフリカの世界が欲しいっつって、はいはい、それをまあ入れたわけ、だからその曲だけ世界が違うわけ、アルバムの中で。俺オーラ気に入ってるけど、お前この曲の流れで、うん、いや今みんな飛ばしてきますからだってあるそういうこと勉強したな、ちょっとご時世を、うん、一歩間違ったら本当おかしいよね。なんかおかしい。今撮ってるのほぼ使えないやつ。絵的にはね、カットのやつばっかり。俺の本みたいなもんだよ。ほとんど使えるとこがないんだよ。バカ野郎みたいな。ほぼピーがない。もう次のがね、80年代今度のあれが、もう3月に出る。3月ですか。明日またそれにちょっと打ち合わせしなきゃいけない。あ、3月にポンタさんの本が出てる。いや、今も出てるんだけど、あ、それは70年代のこう、何ね、俺たちがこう J-POP を、達郎とかユーミンとかみんなで作ってきたやつを言ってくれみたいな、最後イエローマジックオーケストラ行くまでね、うん、それは70年代、ちょうど80年代入る手前で終わる、うん、で、そこでもう一区切りで俺も出さないって、で、その前に文芸春秋が出してるから、これも暴露本で、もう全部実名だよ、もう中に入って作ってきてたミュージシャンが書いてる本って意外と少ないね。確かに、あの評論家とかそういう外野のやつが書いてるのが多いんだけど、いつもライブでどうせ今まで、あの評論家とかなんか、あの何レッが書いてるのいっぱいありますけど、いやでもマイケル・ジャクソンとのエピソードとかエリック・クラプトンとのエピソードとか、やっぱりもうそういうのが面白いね。マイケル・ジャクソンなんてジャクソン5も子供の頃から、これ21の時、22か、ジャクソン5だから、マイケルはまだ13歳、うん、でもあの子たち外出れないから、一番トップのホテルで2週間半ぐらい滞在して、神戸やっても和歌山やっても姫路やっても全部毎晩帰ってくる。本番までに何回ぐらい打ち合わせとか重ねてるんですか。え、今までですか。今、あ、合計でどれぐらいになるんですか。どれぐらいだろう。結構今年の2月から動き始めてですね、うちにもう8回以上いらっしゃってますね。今の時点で8回以上ですよね、はい、すごいですね。もちろん、はい、僕はその叩き台を出してもらって、はい、そこから太田さんがどんどんアイデアを加えていってっていう作業をだね。そうですね、2月はもうほぼ毎週半年ぐらいもう根詰めてっていう感じですね。ゼロからですもんね。そうです、そうです。はい、お疲れ様でした。今日のリハーサルは全て終わりになりました。まあ、映像見ていただくと分かるんですけど、ポンタさんすごい、ドラムだけじゃないんですよね。だからその楽曲の全体の流れとかを考えて、もう頭の中で全てができてるっていう感じで、まあ、そういうのもねすごいためになったんじゃないかなと。草加さんも素晴らしいギタリストですし、そのお二人のライブはですね、ぜひお越しいただけるといいんじゃないかなと思います。本日はありがとうございました。